マンソン列島常駐は、擬用目列島常駐下に属する常駐の一種、人獣共通感染症を引き起こす。1882年にパトリック・マンソンがアモイで人間の死体から小虫を発見し、1916年に山田志郎が人体に寄生していた小虫を犬に与えて成長させ、成虫が列島常駐であると突き止めた。成虫が判明しているが、 人体に寄生する症状が、慣習的に、マンソンコ中症と呼ばれる。また、目色コチク中発見時に、マンソン列島上虫が、とあるウイルスに感染したものと診断された時がある。また、この患者は死亡した。成虫の体長は1から2メートル、体幅約1センチメートル、ストロビラは1000個以上であり、その前方は未熟変折、後方は成熟変折からなる。 中卵は、長径五十から七十マイクロメートル、単径三十から四十五マイクロメートルの褐色、左右非対称のラグビーボール上であり、一旦に小豚を有し、一個の卵細胞と多数の卵黄細胞を含有する。第一中間宿主は、県民人口、第二中間宿主はカエル、ヘビ、カメ、大魚、土壌、スッポンなどの中間宿主を餌とする動物であり、ヘビは、 大気宿主にもなりうる。収縮手は猫、犬、タヌキ、狐など。生活感は、糞便とともに、中卵は外界に排出され、水中で孵化して、コラシジウムに発育する。コラシジウムは、第一中間宿主に捕食され、その対抗でプロセルコイドへと発育する。プロセルコイドは、第一中間宿主とともに、第二中間宿主に捕食され、 その体内でプレロセルコイドへと発育して、皮下や筋肉に移行する。プレロセルコイドは、第二中間宿主と共に収縮主に捕食され、その象徴で成虫へと発育する。プレパテントピリオドは7から10日。プレロセルコイドが寄生したカエルなどを、ヘビが捕食するとその皮下や筋肉で発育を行わずに、寄生する。ヘビ以外にも、人を含めたな動物の皮下、 筋肉内に寄生することがある。このような状態のマンソン列島上虫をマンソン湖中と呼ぶことがある。北米を除きほぼ世界中に分布している。日本国内では猫での発生が多く、地域によっては30から45%と高い感染率を示すが、犬ではほとんどの地域で数パーセント程度である。 中間宿主の減少により都市部では近年ほとんど感染例がなく、地方都市や郊外での発生が多い。国内における人のマン万ン湖中感染は100、数十例報告がある。プレロセルコイドを有する、スッポン、カエル、ヘビ、ニワトリ等の生殖プロセルコイド規制県民人口の混入した飲料水の摂取まれには民間療法としてのカエル肉、 鶏肉などの外洋調布病原性はあまり高くないが、頭節の固着により、小腸兵器が損傷し、軽度の貧血を起こすことが報告されている。猫の重症例では、下痢、栄養障害、昨夜瀬、洋弱動物の場合発育不全などが見られることがある。人の満村固中感染では、皮下に寄生することが多く、その部分に無痛性の主流を形成する。 虫体の移動に伴い、主流も移動する。犬、猫は毛皮があるため、このような主流がどれくらい発生しているのかは不明である。また、主流が眼球に移動すると失明する危険がある。主流は様々なところへ移動できるので、脳、肝臓、心臓、肺に移動して死亡することがある。血清のマルティプルドットエライザ法。 あるいは組織の PCR 法にて診断する。小腸に寄生している成虫に対しては、プラジカンテルなどの苦虫薬を用いる。組織内に寄生したプレロセルコイドに有効な苦虫薬はないため、外科的に摘出することが有効である。予防としては、大気宿主、中間宿主となる動物を生殖しないことであり、猫の排泄物等を素手で触らず、猫との積極的な接触は避ける。 生水は飲まないか、煮沸、殺菌してから飲むことが望ましい。しかし、放し飼いの猫の場合、完全に予防することは難しいと考えられる。ありがとうございます。